こんばんは、つぐま Vlog の柳です。このチャンネルでは楽天経済圏で生活している2人の日常を Vlog 形式で紹介しつつ、生活に役立つ情報、お得な情報あれば発信できたらと思い、映像制作を行っております。よかったらチャンネル登録お願いいたします。 Twitter、Instagram もやってますので、そちらもチェックしてください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は1月24日にバスツアーで新潟の舞子スノーリゾートっていうところに行ってきたので、その時の話をさせてください。バスツアーで行くメリットを挙げると、一番が金額が安いってやつだと思います。次が運転しなくていい、あとは、まあ、僕は飲まないんですけども、お酒が好きな方は往復でお酒が飲めるくらいですかね。次にデメリットなんですけども、学生さんがやっぱり多いので、行きのバスが結構うるさいなと思いますね。帰りは疲れてみんな眠ってるので静かなので大丈夫なんですけども、次に朝から晩まで時間が拘束されてるってやつですかね。これも後でちょっと話すんですけども、帰りたくても帰れないっていうのがありますね。最後に、スノーボード好きな方は分かってくれると思うんですけども、朝一発目が滑れないってやつですかね。だいたいバスツアーは10時前後に到着すると思うので、そこから滑るとなると、もうほとんど滑られた後になるので、楽しさがちょっと少なくなるって感じですね。では映像に移っていきます。今年本当雪少なくないですか。舞子スノーリゾートを初めて来たんですけども、バスツアーの説明欄に最長滑走距離6キロってなってて、すごく楽しみにしたんですけども、当日来てみると、もう山頂からのリフト1本2本までしか滑れなくて、多分 1.5 か2キロぐらいしか滑れませんでした。事前に公式サイトを調べなかった自分が悪いんですけども、これもう正直もうテンション下がりましたね。雨ですし、冒頭で話したデメリットの中の一つにある時間が拘束されてるっていうのがまさにこれですよね。車で来てたら、確認して移動するっていうことも可能だったかもしれませんが、バスツアーで来てるので、もうバスが来るまで同じところに拘束されるっていうのがありますよね。なんで、事前に公式サイトのチェックはした方がいいですね。それでもスノーボードが好きなので、滑ってるとやっぱり楽しくなって、結局夢中になって滑ってましたね。天気も晴れたりしてくれたので、その時は本当に気持ちよく滑れました。これで距離が長くて雪質良かったらもう本当良かったんですけども、この日はもう春スキーかなってぐらいシャバシャバでしたね。だからまた文句になってますね。分かってくれる方いらっしゃると思うんですけども、滑り終わってさあ帰ろうってなって下山すると思うんですけども、雪が少なくて下山コース閉鎖されてた時のあのすっきりしない感じありますよね。わかりますかね。それが3月とかの春スキーならまあわかるんですけど、1月でもうほとんどコース閉鎖されてるって辛いですよね。本当日本大丈夫ですかね。雪少ないですよね。ここからはご飯の話をちょっとしたいんですけども、僕たちはゲレンデ行くときは事前に朝ごはんやお昼ごはんを作って持っていくようにしてるんですけども、皆さんはどうなさってますか。冒頭に映ってたサンドイッチも事前に作って、朝バスの中でパクパクしてました。普通は多分朝コンビニに寄って何か買って、お昼はゲレンデでレストランに入って食べると思うんですけども、最初は僕たちもそうしてたんですけども、途中からそのお金がもったいないなと思うようになって作るようになりました。ケチな話なんですけども、滑って疲れてるからもう何でも美味しく感じますけど、もう多分普通だと思うんですよね。多分なんで
まあ体にもいいでしょうし、作って持ってくようにしてますね。ただ食べてる途中に助手が気づいたんですけども、柱に大きく持ち込み禁止って貼り紙されてました ね。ごめんなさい、気をつけます。年に 1,2 回ぐらいしか行かないなら別にいいと思うんですけども、僕たち大体10回前後ぐらい行ってるので、全部外食にするとやっぱりそれなりの金額いくと思うんですよね。なんでできるところで、契約するようにしてますね。最後に今回のバスツアーでかかったお金の話をしたいんですけども、バスツアーの料金が、往復とリフト券込みの料金で確か6500円ぐらいだったと思います。で、最初のメリットで話した通り、やっぱりバスツアーはすごく安いですよね。車で行くとなるとやっぱり1人当たり1万2000円から1万5000円ぐらいかかると思うので、約半額で行けるような感じですよね。で、ご飯がさっき話した通り持って行ってるのでほぼかかってなくて、道中サービスエリアに寄った時に助手がキウイフルーツ見つけて、それを1袋買ったぐらいですかね。それが300円ぐらいだったと思うので、なので、まあ、合計で1人当たり7000いくかいかないかぐらいだと思います。やっぱり安いですよね。学割とかあるなら学生さんはもっと安いかもしれませんよね。まあ、あとは大きい車を所有してて7、8人で行くならそっちの方が安くなるかもしれませんが、僕は車は持ってないのでレンタカーで行ってますね。まあ、ただ新潟はちょっと遠いので事故るリスクとか考えると、新潟行くなら僕はバスか新幹線かなって感じですね。群馬なら車借りていくんですけども、やっぱ事故は怖いので気をつけたいですね。それでは今回はこれぐらいで終わると思いますが、いかがだったでしょうか。長々と喋ってしまいましたが、多分今後もこういった感じで喋る動画になると思いますので、よろしくお願いします。何か気になる点あったらコメントくれると嬉しいです。2月3日に前回行った丸沼高原にまた行く予定なので、その時の映像もまたお見せすることになると思いますので、よかったらまた来てください。ではおやすみなさい。